はいどうも、ボルケーノみやびです。今回は久々に復活、全キャラ相性シリーズです。まあ、タイトルの通りフリーナと組んだ時の相性はどんなもんじゃいってのを全キャラ解説していくわけですが、まあ、2人だけの相性を話してもしょうがないので、フリーナと誰か2人で組んでも微妙だけど、あと2人入れたら評価ガラッと変わるとかが普通にあるので、まあ、2人だけで組んでの評価とかはしないです。あと相性が分かっても編成どうしたらいいのか分からないという方向けに、どんな編成を組んだらいいのか編成例を出していきたいと思います。原神の実装されているキャラも今ではめちゃくちゃ多いので、ちゃちゃと本編に行こうと思います。まずは炎元素から。炎元素キャラの共通点として、蒸発ができるので結局どのキャラとも相性がいいってのはあります。アンバー、フリーナの幻影スキルのおかげでアンバーの銃撃で蒸発が起きて、さらにフリーナ側でも蒸発が起きるのでなかなかに強かったです。アンバーメインで戦いたいって方には最高の相方です。まあ、リネと違い編成の幅も広くできるので、アンバー、フリーナ、白術、ナヒーダで組んで苦手な複数戦を劣化以下で切り抜けるとかもできるし、まあ、ナヒーダの枠をディシアダに変えて中段体制で安心に攻撃できて燃焼蒸発をしていけるので、ネタ扱いできないレベルだと思います。ランリン、蒸発を起こせるので強いには強いんですが、爆発を回すためには基本的にベネットと一緒に使うことになります。そうなるとフリーナ、シャンリン、ベネットになり、編成の幅が狭いのがありますが、残りはジンソンを入れれば無難に強い編成が完成しちゃいます。まあ、蒸発でゴリゴリに攻めていけばいいわけです。ベネット、誰と組んでも強い男なのでもちろん相性がいいです。2人でバフすれば意味のわからん量のバフができるので弱いわけがありません。そしてベネットを貫突していれば、フリーナにファントム装備させて、フリーナに炎エンチャントして元素スキルで蒸発を狙っていくとかいう、フリーナの通常攻撃を満喫できるフリーナメインで戦いたい方の要望にお応えしてくれます。それとベネットのヒールは個人しかできませんが、フリーナは治癒バフもできるので、ベネットの回復量を上げてくれるので、うまいことキャラ回して全体回復をするってことも一応は可能です。まあ、ただキャラ切り替え頻繁にするのめんどいって方は全体ヒーラーが欲しいかなって感じがするので、ベネット、フリーナ、ジン、氷元素アタッカーで妖怪を狙っていくとかやるのもありと思います。深淵、ちょっと自分だとうまいこと組める編成だったり戦い方を見つけられませんでした。エウルアと組んでバフ要因としてねじ込もうと思ったんですが、エウルア、深淵、フリーナ、残りは全体ヒーラーを入れたいところですが、超伝導を起こしたいので雷ヒーラーが欲しいところだったんですが、そんなキャラはおらず、貫突ドリーがいるならエウルア、深淵、フリーナ、ドリーが結構強そうですが、自分はドリー二突なので試せてないです。あとは貫突フリーナにして雷枠をフリーにすれば結構強いんじゃないかなとは思いますが、貫突運用なんて言われてもって感じなので相性はそんなにって感じです。エンヒ、フリーナのおかげでファントムが使えるし、リオセスリの持ち武器も使えるということで、フォンテーヌの様々な要素が噛み合って評価が高いです。フリーナの大量バフのおかげでエンヒがかなり強いですね。エンヒ、フリーナ、ジン、トーマでわりかし組みやすいキャラで、シールドがあり戦いやすく、この強面も発動できる、蒸発もどんどん狙っていけるしで、かなり強力な編成を組めたりします。トーマ、炎元素のシールドキャラ、出た当初はクソミソでしたが今では結構いいキャラになってます。トーマ単体で使ってしまうとトーマ側で蒸発が起きてしまい微妙な感じになりますが、炎元素アタッカーと一緒に組むことで炎共鳴で炎元素アタッカーの強化、そしてフリーナ側で蒸発が安定するので火力がグッと上がります。トーマ、フリーナ、ジン、炎元素アタッカーで組んであげましょう。ディルック、通常攻撃メインアタッカーということでファントムを使うことが可能になった時点で強いんですが、フリーナのバフのおかげで通常攻撃は十分強くなっているので、熟知に振ることで蒸発のダメージを上げることが可能でかなり強くなっています。全体ヒーラー枠も白術かヨーヨー入れてあげれば劣化以下も可能となっているので、かなりの強化が入ってますね。なので実はファントムを使うよりも暇所で熟知を伸ばす方が強いんじゃないかなとか思いつつあります。集団戦ならディルック、フリーナ、白術、ナヒーダ、単体ならディルック、フリーナ、ジン、ユクアキとかが安定すると思います。フレイ、こちらも通常攻撃メインアタッカーなのでファントムハンターを使います。使用感としてはディルックとそんな差はないですが、銃撃で粒子を埋めるといったメリットがあり、パーティー全体の爆発の回転率も上げつつ、炎付着が強力なのでフリーナ側で安定した蒸発が見込めるのもいいところです。ただしクレイのデメリットである足の遅さがネックなので、全体ヒーラーの枠はシールドというか中段耐性冬の白術を入れてあげると安定した戦い方ができますが、クレイ、ジン団長でも相性がいい編成が組めるのもいいところ。クレイ、フリーナ、ジン、トーマで組めば炎強めで火力を上げて、シールドで耐久面を上げて、炎耐性も下げられるシナジーありありな編成が完成します。
フータをこちらもファントムが使えて、ディリュックのように熟知に寄せたビルドにすることで強く使いますが、全体ヒーラーを入れるとフータをまで回復してしまうので、HP 半分以下の維持ってのが難しくなりますが、フリーナバフのおかげで HP 半分以下じゃなくても気にならない火力が出ます。まあ、この二人は相性微妙とか結構言われがちですが、結局バカみたいなバフができて、蒸発ができてしまう時点で強いに決まってるよねって感じです。ただフリーナ入れて強くなったかと言われると、確かに強くはなっていそうですが、劇的な強化が入ったって感じではないですね。フータをフリーナ、ジン、ユクアキで排水発動しないで戦っていくのが一番無難かなって感じがします。ヨイミヤ。はい、またファントム適正キャラです。ヨイミヤも熟知を上げて蒸発を狙っていくといった戦い方ができます。ヨイミヤ、フリーナ、白術、ナヒーダ、テクメバ、烈開花を結構出せます。蒸発の頻度こそ消えるものの、ヨイミヤの苦手とする集団戦でも活躍が見込めますし、烈開花が微妙だなって思うなら、ヨイミヤ、フリーナ、行く秋、ジンの蒸発パでもいいと思います。ディシア。なんとあの爆発が微妙だったディシアが、フリーナのおかげで微妙だった爆発を打ってもいいよって感じになりました。それなのに結構な強化が入ったと、喜んで良さそうな気は最初してたんですが、蒸発パになると炎元素で組めるのがベネットだけになり、モノパイロでもチャージを結構もらないと爆発がうまいこと回らない状態でしたが、蒸発パはディシアの爆発がさらに回らなくなりました。なのでしっかりとベネットで粒子を発生させて、ディシアで回収したり、ベネットに製風持たせたり、ディシア早く爆発溜まってくれをする必要があります。ディシアで爆発を満喫したい方で、ディシアを4突してない場合はディシアの時計をチャージにする、武器は清風体験にするといった工夫が必要です。しっかりとお膳立てしないとダメです。なんだったら4突してても安定性を求めて清風武器の方がいいまであると思います。チャージの目安は 200% といったところでしょうか。編成は蒸発をしつつ全体回復をしたいので、ディシア、フリーナ、バーバラ、ベネットで組んであげるといいです。リネ。モノパイロ以外では微妙なリネでしたが、フリーナのバフが強すぎた結果、テンプは腐るものの蒸発編成でもきちんと火力が出せるキャラになり、ファントムの効果も3層の維持が簡単になりました。ただ編成はちょっと難しいですね。リネ、フリーナ、勝利、ベネと全体ヒーラー不在になりますが、ベネットを回復特化にさせてキャラをしっかりと表に出して回復させる必要がありますが、結構強い編成だと思います。まあ、ただベネットで個別に回復させるのが苦手だって方は、モノパイロを継続した方がいいと思います。続いては水元素。一緒に組めば水共鳴で HP の底上げができるし、元素チャージの緩和ができるので一緒に組むメリットが多く、なるべくなら一緒に使いたいところではあります。バーバラ。全体回復持ちということでフリーナのテンションを貯めることに貢献がしやすいので相性はいいですが、粒子の発生がない子なのでフリーナの元素チャージ緩和には貢献ができないところが弱みです。あとフリーナのおかげでファントムハンターが活かせる、かつリオセスリのモチーフ武器も使えるということで、メインアタッカーとしてバーバラを使っていた人には最高の追い風になってます。バーバラ、フリーナ、ユクアキ、カズハカ、イエランでモノハイドロパで活躍させるのが一番強いかなと思います。ユクアキ、強力な中段耐性不要、ダメージカットがやはり強力、フリーナの受傷が結構痛いので防御面を強化してくれるユクアキとの相性は良く、フリーナの元素チャージの緩和にも大いに貢献してくれます。困ったらユクアキを入れておくのは十分ありです。編成はユクアキ、フリーナ、イエラン、ココミがめちゃくちゃ強いですね。ただ水元素生物にだけはどうあっても勝てないので、そこだけ注意が必要です。ココミがないよって方はジンさんを入れて水耐性を下げる編成も同じくらい強力です。キャンディス。フリーナでメインアタッカーをやりたい人に超おすすめなキャラ。フリーナ、キャンディス、ユクアキかイエラン、バーバラかジンのモノハイドロパーとかでフリーナメインアタッカーを楽しみましょう。まあご覧のように何も強くないんですが、フリーナの攻撃を満喫できるだけで最高だろうみたいな編成です。普通にキャンディスをしっかりと強く使う編成は正直わかりません。モナ。フリーナと組めば2人の膨大なバフ量により瞬間ダメージがすごいことになって気持ちよくなれる、そんな組み合わせができます。そして放棄キャラということで金箔が装備できるので、回復量としては心もとないですが、フリーナを2突して金箔モナと組めばなかなかに強いです。普通に使うとしたらモナ、フリーナ、ココミ、イエランのモノハイドロパのサポートに回るのがいいんじゃないでしょうか。タルタリア。現状フリーナ入り編成ですが、国際パの火力を超えられる編成はないんじゃないかなって気がするので、変に編成作らない方がいいかなとも思いましたが、まあ一緒に使えば間違いなく気持ちいいダメージが出せるし、ファントムが使えるということで一応考えてみました。タルタリア、フリーナ、八重、白術。白術八重で激化超快化をしつつ、フリーナバフで強化されたタルでぶん殴る編成です。相性がいいかと言われたら微妙そうな気もしますが、まあタルで戦いすぎてクールタイムがめちゃくちゃ長かった時は、白術で戦えば激化超快化の安定性も増すので戦いやすい編成ではあると思います。ココミ。全体ヒーラーでありアタッカーであるココミとフリーナの相性は最高です。もはやこの2人が組んだら止められるものは水元素生物だけです。それほどまでに相性がいいです。ココミ、フリーナ、イエラン、
か行く秋勝破で組めば元素チャージオーバー緩和、火力の出し方も単純、そしてココミのおかげでフリーナのテンションも即座にマックスにできたりといいことしかないです。限定キャラばっかりなので編成の難易度は高いですが、このキャラたちが揃っていれば終ボス将軍ですら一瞬で解けますので、螺旋がヌルゲーになるので、ココミを持っているって方はぜひともお試しください。アヤト、通常攻撃アタッカーということでファントムハンターの適性を獲得します。アヤト、フリーナ、ジン、ウンキンで組めばバフモリモリ、攻撃速度モリモリで高速で高ダメージを連発できるので、なかなかに楽しいキャラへと仕上がってくれましたが、やはりモノハイドロパが強すぎるということで、アヤト、フリーナ、イエラン、ジンがクソ強です。イエラン、フリーナと相性が悪い要素があると思ってる人なんて存在するんかってぐらい相性がいいです。水共鳴も発動できて元素チャージの緩和もできるし、2人のバフの暴力でメインアタックを頭がおかしいレベルで強化できます。最強のサブアタッカーバッファーが組んだ際のシナジーは半端ないです。イエラン、フリーナ、あとはご自由にって感じですが、まあそこに勝利ジンを入れればメインアタッカーがいないにもかかわらず、ジンさんの耐性ダウンで2人の裏からの火力がとんでもないことになってしまい、勝利シールドで安定性も抜群に高いといったおすすめ編成が仕上がります。ニーロ、法上開花は HP と熟知を参照するのでダメバフは微妙なので、まあ法上開花を生かそうとすると相性はちょい微妙なんですが、とある使い方をするとニーロが輝きます。生物をファントム装備にしてフリーナのモチーフ武器を持たせることで剣舞型のアタッカーとして活躍することが可能です。まあ、フリーナのモチーフ武器がないって方は結力やキリキリ、ローガといった武器でも大丈夫です。剣舞でダメージを稼ぐので開花のダメージこそ下がりますが、ニーローで戦いたいって人には最高じゃないでしょうか。ニーロー、フリーナ、イエラン、白術、イエランがない方は行く秋、白術がない方はヨーヨーと星4でも代用可能な編成で組むことが可能なのもいいところですね。それがやはりモノハイドロパ、ニーロー、フリーナ、イエラン、ジンで水の暴力で叩き伏せるのもいいです。ヌビレット、フリーナ実装前はヌビレットを一突していないとフリーナと一緒に使いにくい、そう思っていた時期が自分にもありました。実際は無突だろうとフリーナのバフが強すぎて、無突ヌビレットだろうと高火力ビームが出せちゃいます。完全中断体制が獲得できるので一突が強力なのは間違いないですが、とりあえずこの2人の相性最強すぎます。ヌビレットは銃撃の際に HP をかなり回復できるので、オーバーヒールしてフリーナでヒールもできます。そして金箔を装備させることでさらにヒールの量は上がっていったりします。ということでヌビレット、フリーナ、あとはお好きにどうぞみたいな感じでいきます。まあ入れるなら白術、カズハを入れればクソ強です。ヌビレット最強伝説はまだまだ続いていきます。続いては氷幻想、フリーナと組めば凍結が容易にできるということで、大型のボス以外であれば凍結をして一方的に攻撃が可能なので対雑魚に関しては強いです。ガイア、凍結が容易にできるので炎元素キャラと組ませて凍結、妖怪、蒸発ができる編成を組むといいかもしれないです。ガイア、フリーナ、ディルック、ジンで組めば昔のセフィロス騎士団が結成できます。超運、二突をしていればクールタイム減少が意外と強かったりするキャラです。また元素爆発も結構倍率が高いのでフリーナバフのおかげで結構ダメージを稼いでくれます。超運、フリーナ、シャルロット、カズハで組んで超運には祭礼を装備させて氷フィールドを維持させてあげればクールタイム減少により凍結させたままスキル爆発をポンポン打っていけたりします。まあ、カズハの集敵のおかげで氷フィールド上でも戦いやすいので対雑魚戦では結構おすすめですし、貫突フリーナと組めば17秒間隔で高倍率通常を触れるので研究が進むともしかしたらってほんのり期待しています。ディオナ、シールドを貼れるヒーラーではありますが個人ヒール型なので他にもヒーラーが必要だったりとちょっとフリーナと相性は良くないです。うまく使える編成もわからないですし、ダメージを出したいディオナでもない限り一緒に使うってのはフリーナを貫突した際の凍結できてシールドも欲しいよみたいな時でしょうか。そんな時あるんでしょうかって感じですけど、ロサリア、ファントムを装備させてロサリア、フリーナ、ベネット、美白術で組んで凍結、烈開花、妖怪、蒸発ができる面白い編成ができます。武器も赤砂があればロサリアに熟知を漏れるので反応で強く戦えるし、ファントムで回心率を漏れるので味方への回心率バフもかなりの数値配れるしいいことが多いですが、動き回る敵には目っぽい弱いです。レイラ、シールド付与が簡単にできて凍結を狙うことが可能です。レイラ、フリーナ、カウン、ジンでカウンを爆発型サブアタッカーにしてレイラのシールドで安全に戦えますし、氷耐性を下げながら広範囲の敵を凍結させることができますが、まあ、凍結させてるから攻撃されないしレイラじゃなくてよくね感が強すぎてうまいことレイラを扱える編成は見つかりませんでした。
ミカ、全体回復ヒーラー。ということで、フリーナとの相性はいいですね。ミカ、フリーナ、エウルア、フィッシュル。手組めば全体ヒールもできるし、バフも大量に配れるしで、結構エウルアを強く使っていきます。あと、フォンテーヌさんの自称型物理アタッカーが出たら、ミカ、フリーナ、物理アタッカー、雷元素キャラで、自称型物理キャラが輝きそうな気もします。あれ、そういえば、雷元素のフォンテーヌキャラいましたよね。でも、あの人が物理キャラはちょっと勘弁してほしいっすね。フレミネ、アタッカーである彼もファントムが使いますし、フレミネは氷砕きにもメリットがあるので、フリーナとの相性はまあ地味にいい方ではないでしょうか。フレミネ、フリーナ、ミカ、北斗で組んであげれば全体ヒーラーもいるし、中段耐性、ダメージカット、超伝導もできて、物理耐性も下げられますが、やはり不遇要素物理ということで、フリーナバフでもちょっと物足りない感があります。シャルロット、回復量がかなり高く全体ヒールもできるので相性はかなりいいです。一緒にピックアップされてるし、ヒーラーがいない方は育てておけばフリーナの心強い相棒になります。ただ元素爆発がかなり重いので、爆発をしっかり回すためにはチャージ武器を持たせたり、時計をチャージにしたりと工夫が必要です。シャルロット、フリーナ、行く秋、カズハで組めば集敵もできて凍結もガンガンできるので、凍結できる敵であればこの編成おすすめです。7. 全体ヒールが可能で回復量もかなり多いキャラではありますが、全体回復をするためには7で殴るだったり、回復したいキャラを表に出したりと結構手間がかかります。7をメインアタッカーとして使ってるなら相性はいいですが、全体ヒーラーとして見るとちょっと微妙です。フリーナに突してればなんとかって感じですかね、まあ、特に強い編成とかも思いつかなかったです。アン、銃撃メインのカウンからしたら裏から勝手に水付着をしてくれるフリーナ、最高のキャラかと思いきや、火力を出したいカウントは微妙な相性です。そもそも凍結なら他に強い編成があるし、フリーナの大量バフで強妖怪もできないので微妙になってきます。ただカウンを爆発型サブアタッカーとして使うなら相性はいいです。カウン、フリーナ、シャルロット、カサで敵を集めて凍結もできるし、集め損ねた敵も凍結できるので、敵が多い場所で活躍が期待できそうです。エウルア、爆発型物理アタッカーですが、物理が不遇すぎるし、チャージが重くて困ったな彼女。爆発の威力は高いですが、剣爆発までの時間が結構長くて、しっかりとバフを入れた剣爆発をさせるためには慣れが必要だったりしますが、最大限彼女を活かせればかなりの効果力が出るキャラ。まあ、フリーナはバフの時間が18秒とめちゃくちゃ長いので、雑に使ったエウラでも結構強く使います。エウルア、フリーナ、ミカ、ライデンで組めば超伝導もできる、全体回復もある、ライデンでチャージ効率も減らせるので、雑に使っても強い編成が完成します。アヤカ、凍結はできるにはできますが、アヤカ、ココミ、神格、カザの集敵しつつ凍滅でまとめた敵を一掃できるあの組み合わせが完成されすぎていて、ココミをフリーナに変えて神格を全体ヒーラーに入れ替えたら火力が結構落ちそうだし、カズハを全体ヒーラーにしようものなら集敵ができなくなって微妙なので、フリーナを無理に入れる必要はないと思います。フリーナを貫突すればココミと入れ替えれば凍結の安定性こそ減りそうですが、かなりの火力向上が見込めそうな気はします。アロイ、フリーナと組めば妖怪で高ダメージが出せると思います。まあアロイさんはとりあえず星座の解放をお願いするところから始めましょうかね。神格、氷元素専属バッファーで強力なバフを配ってくれますが、その強さと引き換えに編成の自由度があまりないキャラ。フリーナと組むとなると、フリーナ、神格、氷元素アタッカー、ジンで組めて氷共鳴で会心率が漏れるし、耐性ダウンをさせやすく結構強く使えます。ジンさんがいなくてもシャルロットを入れれば神格バフの恩恵が受けられるので、凍結編成では結構な活躍が期待できるかなと思いましたが、まあ、凍結編成ではカズハやウェンティーでの集敵しつつ凍結した敵とまとめて戦う強力な編成がすでにあるので、そこに勝つのは難しいような気はします。リオセスリ、フォンテーヌさんの自称アタッカーということで相性はいいです。リオセスリ、フリーナ、シャルロット、カズハで組んであげれば氷共鳴、集敵、凍結ができて快適な戦闘ができます。ただし、リオセスリは結構会心率を盛りやすいキャラなので、会心率が溢れちゃうことには気をつけましょう。続いては雷元素です。水元素と雷元素の組み合わせときたら、あとは草元素が欲しくなってしまうところですね。結局、超開花が強いゲームなので。まあ、ただ、フリーナバフは超開花に恩恵がないので、一緒に組んでもそんなメリットないかなと思いましたが、超開花以外のダメージを強くできるので、めちゃくちゃ相性がいいわけではないけど、結局フリーナバフが偉大なので、一緒に組んでもいいんじゃないかなって思いつつあります。リサ、元素爆発が優秀ですが、とにかく爆発が重いので、元素チャージをめちゃんこに盛らないといけません。リサ、フリーナ、白術、アルハイゼンで組んで激化、超開化を決めていきましょう。あと、放棄キャラなので、金箔を持たせてテンション獲得にも貢献できます。レザー、レインボーレザーと物理レザーだったら、レインボー選ぶ人が大半だと思ってますが、今回は物理レザーの方で相性を見ていきましょう。編成としては、レザー、リーナ、ミカ、勝利。
になります。なんということでしょう。ブリーナ、ミカのバフで物理レーザーが生き生きしてます。勝利シールドで物理耐性もさらに下げられますし、物理はゴミ、そんなことは言わせねえという気迫すら感じます。まあ、実際レザーのテンプそんなに育ててないので伸びしろはありますが、やはり物理はちょっと厳しいかなって感じはします。オクト、フリーナとともにピックアップがされているので突が進んでいる人が多いと思います。強力な倍率を持った元素爆発、中端耐性付与やダメージカットといろいろ便利なキャラです。オクト、フリーナ、ヌビ、ジン、デクメバ、ヌビに中端耐性、ダメージカットでサポートができます。ヌビがないぞって方は他の水元素アタッカーでもやっていけますし、草元素アタッカーで激化、懲戒化、雷元素アタッカーでチャージのカマもできるので、わりかし編成幅が広い組み合わせが出来上がります。フィッシュル、万能サポはフリーナとも相性がいいのかですが、相性がいいのか悪いのかどっちかはっきりしない感じです。まあ、一緒に使えば強いには強いです。フィッシュル、フリーナ、アルハイゼン、白術で試しましたが、オズは双幻覚を狙わないし、乾電にはフリーナバフは無意に。と結構腐る様子が多いですが、でも結局裏から高ダメージ出してくれるから安定した火力源になってくれるよねっていう感じです。部長サラ、ライデン将軍をキャリーする女。フリーナと一緒にライデン将軍をサポートすることによってバカみたいなダメージをライデン将軍が出してくれます。サラ、フリーナ、ライデン、ジンで組んでジンさんを2突していれば攻撃速度バフ、水力で耐性ダウンと将軍をさらにバフできるのでいろいろと噛み合ってくれます。将軍を持っていないなら他の雷元素アタッカーをバフしてあげましょう。忍、懲戒化の申し子はフリーナと組むとどうなるのか。自称してヒールするのでテンションを貯めるには結構いいんですが、個人ヒールということで全体ヒーラーをもう一人入れないと運用が結構厳しいです。忍、フリーナ、白術、アルハイゼンで懲戒化してれば無難に強いって感じではありますが、フリーナを完全に活かせているかってなるとやはり微妙です。ドリ、回復しながら元素チャージの補助もできるのでフリーナとの相性は良さげな気もしましたが、やはり個人ヒールの悲しい定め、噛み合わせが悪い。貫突すれば全体ヒールも可能になってくるので、貫突すればドリ一人でやっていけるのかなとか妄想したんですけど、まあ、自分はドリ2突しかしていないのでヒールが足りるのかどうか確認できませんでした。ドリ、フリーナ、ジン、ナヒーダで組めばドリの元素爆発で雷元素を自己付着して、ジンさんの元素爆発で雷拡散すればジンさんの熟知参照してくれるので、ジンさんで懲戒化ができます。まあ、懲戒化にはフリーナバフは無意味ですが、ジンさんを強化できるのでジンさんで戦いたいって方にはおすすめの編成ではないでしょうか。国政、通常アタッカーなのでファントム適性を得ます。やったぜ。国政、フリーナ、ナヒーダ、白術の激化、懲戒化しながら素の殴りも強くなるのでシンプルに強いです。懲戒化は本当おまけくらいに思っておきましょう。ライデン将軍、最近使用率の低下がすごく、忍よりも使用率が低くなり片落ちだなんだと言われていた将軍ですが、フリーナのおかげで超開花に頼らずとも元から火力が出せていた将軍がまた暴れ始めました。ライデン、フリーナ、イエラン、ジン、この組み合わせ元素チャージが結構重いキャラが多いので眼力ゲージも貯めやすくなっており、雷、水で両耐性ダウンも狙えるし、ジンさんに突していれば攻撃速度も上がるし、フリーナ、イエランは水共鳴してお互いの火力も上がるし、将軍以外のキャラの元素チャージをちょっと少なめにしてもライデン将軍の爆発で補えるしで、いろいろと噛み合ってくれる強変性が仕上がりました。八重、フリーナのおかげで裏に引っ込む八重の元素スキルを強化しにくい問題から解放されます。劇団も登場したし、八重の強化が止まりません。これだ。で、ベストの編成は見つけられませんでしたが、八重、フリーナ、白術、草元素フリー枠が無難に強そうな感じでした。多分もっと研究していけばかなり強い編成が見つかるんじゃないかなという期待はしてます。での元素爆発の長さがネックでしたが、フリーナの元素爆発の効果時間が長いので、セノの元素爆発の長さがあんまり気にならなくなりました。セノ、フリーナ、白術、フィッシュル、で組めば超火力を手にしたセノで暴れることが可能になっていますし、フィッシュルがいるので爆発も回しやすくなっています。フィッシュルがいなくても爆発回るようにチャージを調整しているよって方は、フィッシュルをナヒータにするとかでもいいと思います。続いては風元素。どこに入れても水力のおかげで活躍ができる風元素キャラは恵まれた元素です。スクロース、拡散しつつ熟知を配れるキャラです。スクロース、フリーナ、シャルロット、炎元素アタッカーで組んでシャルロットとフリーナで敵を凍結させて、スクロースバフで熟知を上げて炎元素アタッカーで妖怪ドンをするとかの戦い方が結構強いんじゃないかなと思いました。まあ、ただこれだとフリーナあんまり活かせてませんので、シャルロットをジンさんに変えて炎元素にベネットを入れて2人のフィールドで炎拡散をしつつ、スクロースの熟知バフでフリーナのスキルの蒸発を強くするとかもいいと思います。
左右全体回復ヒーラーでフリーナが自動で攻撃してくれるので元素スキルで転がってる間にも水元素拡散が可能になりました。左右フリーナ、ナヒーダ、ドリーで組むことでドリーで左右の転がりを雷元素に変換。これで左右で超回化が狙えるようになり画面が賑やかになって面白いです。まあ、敵の入れ替わりが激しい場面ではナヒーダのスキル付け直しが面倒いので白術これ草主人公とかに変えてあげるといいですね。フリーナバフがほぼ腐るのでフリーナあまり活かせてませんが強さよりも楽しさを優先したい方におすすめです。マジでゴロゴロするのが楽しくなります。映像、フリーナバフのおかげで高火力正論パンチをぶち込むという楽しみがさらに増した男。映像、フリーナシャルロットファルザンで凍結させた敵に高火力ロマン砲正論パンチをぶち込む。そんなロマンを追い求めてもいいんじゃないでしょうか。まあ、自分の映像は無凸でそんな強く使えないので、それ以外ですと、ファルザンのところを氷元素アタッカーにして凍結遠征にして、映像には金箔を持たせて回復の補助と水力で耐性ダウンをしつつ、火力の上がった正論パンチを打つサブアタッカーにするといいと思います。ファルザン、風元素サポーターである彼女、風元素アタッカーの大幅強化を同時にできます。編成はファルザン、フリーナ、ショーで、残りは全体ヒーラーになります。候補としてはココミ、バーバラ、シャルロット、ジンあたりでしょうか。ココミは場に出て殴らないと全体回復ができないので、ダブルアタッカー運用になり、ちょっと微妙かな感があります。ジンさんが無難な選択かもしれませんが、持っていないっていう方は、一緒にピックアップされているシャルロットがおすすめです。凍結ができるので、快適性が上がります。リネット、元素スキルで HP 消費と回復があるので、フリーナのテンション獲得には一役買ってくれます。リネット、フリーナ、ココミガイアとかで凍結させつつ、水力で耐性ダウンを狙っていき、元素スキルでテンションを貯めやすくして、ココミの全体回復で瞬時にテンションを稼いだりとかができます。まあ、多元素の全体ヒーラーがいる、そんな時にちょっとしたテンション稼ぎと耐性ダウン要因で入れてあげるといいと思います。ジン。フリーナ登場で評価が爆上がりしたキャラの一人。今となっては工場の一番の当たりキャラじゃないでしょうか。この動画でも何回ジンさんの名前が出たことか。とにかく相性が良すぎる。瞬時に全体回復でテンション獲得も簡単。そして水力で耐性ダウンもできる。フリーナの最高の相棒です。編成でもさっきから散々ジンさんの名前が上がっているので、今更感がすごいですが、ジン、フリーナ、イエラン、あとは好きな通常攻撃できるアタッカーでも添えれば、基本誰でも OK なくらい強いです。ウェンティ、唯一無二の吸引力を持った風神。ここに来て評価がちょっと上がってます。まあ自分の中でですが、評価の低さの原因として、カズハという味方へのバフが尋常じゃないキャラの登場により、吸引だけの神になっていました。しかしそんな中、ダメージバフのフリーナの登場です。カズハにはフリーナバフは恩恵はあんまりなかったですが、ウェンティならフリーナバフでウェンティの爆発をしっかりと強化できるし、ウェンティテンプのおかげで爆発で水を拡散すれば元素エネルギーを15回復もできます。ウェンティ、フリーナ、ヌビレット、シャルロットとかで組めば相手を凍結させて爆発の威力が上がったウェンティで敵を拘束した上でヌビレットビームで焼き払うとかいったプレイもできます。を自称するアタッカーではあるのでテンションの獲得には一応貢献できますが回復がありませんのでフォンテーヌさんアタッカーよりかは相性の良さはあまりありません。ファルザンの時にも紹介したようにショー、フリーナ、ファルザン、ジン中段耐性がないので吹っ飛ばされたら DPS が落ちますが、まあ、ベネットフィールドの呪縛がないので戦いやすいと思います。カズハ、フリーナのバフ量が尋常じゃないのでカズハを一緒に使ったらバフ過剰かとか思ってましたが耐性ダウンもついてるしバフの暴力で一緒に使ったら結局最強の座に落ち着いた男です。ただ全体回復ができて耐性ダウンができるジンさんがライバルにいることでちょっと優先度は下がったかなといった印象はあります。まあ相変わらずクソ強ですが。ということでまた最強編成が紹介されます。カズハ、フリーナ、ヌビレット、白術。強力な全体回復、2.5 秒に1回の完全中断耐性、元素バフ、耐性デバフ、大量のよだめを兼ね備えたこの編成でテイワットを蹂躙しましょう。放浪者、おめでとうございます。ファントム適性を得ることができます。そして編成ですが、放浪者、フリーナ、行く秋、ジンです。というのもこれ、ジンさんの水力で水耐性を下げつつ、二突していれば放浪者にありがたい攻撃速度バフを配り、全体回復でテンションも即時獲得が可能で隙がないです。ジンさん4突してるならさらに風元素耐性も下げられます。中段耐性も行く秋のおかげで結構高めですし、フリーナの爆発も回しやすいしでいいことづくめです。被弾しない自信があるなら行く秋をイーランにすることでさらに火力が上がります。続いては岩元素です。ほぼ元素反応を捨てた元素ということで、倍率こそ高めなはずなんですが、岩の不遇っぷりが強すぎて、キャラによってはフリーナでもちょっと物足りないなって感じると思います。魚子。
通常攻撃アタッカーかつ放棄ということで、ファントム使えてリオセスリのモチーフ武器も使えるので結構熱いんじゃないでしょうか。ただ優秀な全体ヒーラーが陣、白術と岩に対してメリットがないキャラしかいないので、瞬時に回復できる岩元素ヒーラーが出ればさらに評価が上がりそうです。行幸フリーナ勝利陣で組むのが無難じゃないでしょうか。陣さんで水の耐性ダウンはフリーナにしか効果はありませんが、二突陣さんであれば攻撃速度バフを配るので、リオセスリのモチーフ武器があれば攻撃速度マシマシ行幸様を楽しめそうです。ノエル、全体ヒーラーではあるんですが、瞬時回復型ではなく徐々に回復するので、 HP が全開状態からのスタートだとテンションは思ったよりもたまりません。生物もファントムが使えますが、シールドが壊れたら元も子もないので、カカンの方がいいのかファントムがいいのか悩みどころですが、相性自体はかなりいいです。編成ですが、マーメイドノエルが結構強くあるんですが、今更有給厳選なんてしたくねえよって方、まあそれならファントム厳選するわって人が大半だと思いますが、フリーナとイーランとユクアキが存在してるだけでももう強すぎるので、有給だろうとファントムだろうとオーバーキルなので、ファントム厳選を続けた方がいいと思います。ゴロ、岩パにおける最重要人物でしたが、フリーナを入れるとなると、フリーナ、ゴロ、残りは岩2人とかいう、もう入れられるキャラあれしかいないじゃんってなります。なので岩3人で組まなければならないという呪いを一旦解除しましょう。ゴロ、ノエル、フリーナ、イエランで、ゴロの強みは薄れますが、変遷に自由度が出て組みやすくなります。まあただこうなると、果たしてゴロを入れる意味あるのだろうかってなりますけど、まあただフリーナバフ、イエランバフ、ゴロバフでノエルが結構強化されます。マーメイドノエルの方がトータルで見たら強いんでしょうが、ノエルのダメージの底上げをしたいならこの編成もいいんじゃないでしょうか。運金、フリーナのおかげで通常アタッカーにファントム適性ができて、そこに運金バフも乗れば通常攻撃アタッカーが最強になれる、そう思っていた時代が自分にもありました。まあ、確かにフリーナ運金のおかげで通常アタッカーは強くなったんですが、それ以上にサブアタッカーが強くなったところがあるので、運金の評価はそんなに上がらずって感じです。まあ、ただフリーナと運金バフで通常アタッカーをゴリゴリに強化して楽していくのも楽しいです。運金、フリーナ、ヤトジン、これが結構いい組み合わせなんじゃないかなと思ってます。勝利、バフのフリーナに対してデバフの勝利、受傷して HP が減っていてもシールドで守ってくれるので相性はいいんですが、枠がない。まあ勝利、フリーナ、全体ヒーラー、この時点で残り1人入れるしか、まあできません。まあこうなってくると元素反応もあまりできないし、キャラパワーで押し切るようなキャラを入れるしかありません。なんでヌビレットあたりをしれっと入れておきましょう。アルベド、黄金の劇団の登場、フリーナの控えのキャラもダメージ強化ができる。何かと強化要素が多いので強くなってるかなーとか思いましたが、そこはやはり岩元素。ちょっとやそっとの強化では今の環境で活躍するには物足りないって感じです。アルベド、フリーナ、運金、ココミで、岩二人でココミのサポートをしっかりすれば、おまけの水水晶でちょっと耐久を上げて戦えたりします。荒滝、ゴロウと組んだら岩三人で組まないと。そんな呪いは忘れましょう。荒滝、フリーナ、白術、ゴロウの岩二人で行ってみましたが、フリーナの圧倒的なバフのおかげで岩三人よりも強かったですが、まあ白術が回復するだけの置物状態だったりと、全然キャラ活かせてねえなって感じがすごいです。まあ岩パの現環境に追いつけていない感がすごいですが、いつもの岩三人から抜け出せただけでも良かったんじゃないかなという気はします。岩の瞬時全体回復ヒーラーでも出ればまた岩3人で組めそうですが、また岩3人で組む呪いに悩むのかって感じになりそうです。最後に草元素です。草元素は開花反応に頼った運用が主流なので、フリーナのバフはあまり活かせそうにないって感じですが、結局フリーナバフで反応以外の底上げができるので、なんだかんだ強く使いますが、フリーナと草はベストな組み合わせとはなりません。なりませんが、結局一緒に使ってしまえば開花、まあ主に超開花ですね、ができてしまうので、結局一緒に使うと強いよねっていう、相性がそんな良くないはずなんですけど、結局一緒に使ったら強いみたいな感じです。これ一緒にピックアップされてるので相性がいいのかって話なんですが、2人で組めば開花はできますし、そこから列開花や超開花でダメージを出せることには出せますし、フリーナバフのおかげでコレイ自体の強化もできますが、コレイでダメージ出そうってのは結構難しいので、相性はって感じです。コレイ、フリーナ、白術、忍ぶで超開花でお茶を濁しましょう。超開花最強です。ヨーヨー、全体回復のできるヒーラーです。全体回復をするのにちょっとヨーヨーで場に出続けないといけないですが、しっかりと HP を持っていれば一瞬で回復するので相性自体はいいです。テンション獲得に貢献してくれます。ヨーヨー、フリーナ、忍ぶ、あとは水アタッカーで戦えば超開花パの完成です。パーベ、
開花で回復ができるのでテンション獲得に貢献できます。カーベフリーナ白術行く秋がイランなら開花がいっぱいできてアタッカーカーベを満喫できると思います。フリーナの爆発で脚光を浴びましょう。アタッカーカーベにフリーナはいい相方になりそうな気がします。キララシールドキャラであり強力なシールド付与が簡単にできる草元素キャラで普通ならどこでも活躍できるキャラではあるんですがフリーナ編成って枠が結構厳しいし草反応にはフリーナバフは無意味なのでやはりフリーナとの相性はちょい微妙ですがキララフリーナ行く秋陣で安定性のある編成が一応組めたりはします。いなりお前本当に工場キャラかと疑いたくなるくらいに性能が漏れているキャラ。銃撃がメインだったので今まではイエラン行く秋が反応しなかったので開花系が使いにくかったですがフリーナのおかげで開花もできるようになりました。いなりフリーナ美白術やえで激化やりたい放題おまけでたまに超開花もしてくれます。なかなかに強そうな編成だと思います。ナヒーダフリーナと組めば開花がめっちゃできるようになりますがフリーナバフは開花には無意味ということで相性はまあそんなにって感じではありますがナヒーダフリーナライデン白術で神の元素スキルの効果時間を生かした勝手にスキルで超開花ができる編成ができるのは面白いと思います。まあ、ただフリーナと一緒に使うよりも開花軸で強い編成で組んであげた方がいいかなと思います。アルハイゼン最強の草元素アタッカーヌビレットに負けず劣らずの評価を得ている男。フリーナと組めば強いには強いですが、開花でフリーナバフが腐るのがやはり問題。アルハイゼンフリーナ白術やえで激化で火力を出していけば結構な強さを発揮してくれるとは思いますが、やはりベストな編成って感じではないですね。白術最後を飾るのはこの男。開花反応をバフするキャラなので相性は良くないはずなんですが、その圧倒的なヒール量と中段耐性代わりに使えるシールドがあって、フリーナと相性がめちゃくちゃいいキャラです。開花はおまけだと思いましょう。白術、フリーナ、カズハ、ヌビレット。で組めばもはや隙がない最強の編成ができます。ちなみにこの編成、今期の螺旋使用率トップ4らしく、使用率トップ4で最強編成が完成するとかいう事態になってます。先ほど最後と言いましたが、最後に主人公を解説していきます。忘れてたわけじゃありません。ちなみに今まで戦闘画面流してましたが全キャラの動画撮った後だしわざわざ心臓に行って元素変えたりするのも面倒なので主人公に関しては戦闘画面なしで許してください。風主人公元素が増えてきて結局風主人公が安定なんじゃないかとか思い始めた今日この頃、爆発がちょっと癖がありますが風主人公フリーナジンファルザンで主人公を強くできるので主人公が好きだって方におすすめな編成です。まあ、他にも耐性ダウン役としても役立ってくれるので相性はいいです。岩元素、元素スキルをしっかりと育てると倍率が結構高くなるので、フリーナのバフで結構な火力が出ます。岩主人公、フリーナ、勝利、陣で手数に物を言わせてガンガン攻めるといいかもです。まあ、岩主人公を強くしたいならいい相方になってくれると思います。雷主人公、元素チャージを緩和してくれるので、アタッカーのサポートをしっかりしていった方がいいキャラです。雷主人公フリーナエウルアミカで組めばエウルアの重い元素チャージの緩和をしつつ超伝導もできてフリーナバフのおかげでエウルアを強く使えますが、まあ、雷主人公はチャージ緩和できるけど爆発が回らない謎のキャラなのでとにかく死ぬほど元素チャージを盛りましょう。相性自体はそんなに悪くはないはずなんですが、まあ、キャラ性能がだいぶ足りないですね。草主人公フリーナバフが腐る草の登場です。でも草主人公が一番強いのでフリーナと組んでもなんだかんだ強く使いはします。草主人公フリーナ美白術国星で組んで激化でゴリゴリに攻めていきましょう。水主人公もうねこの元素はねもう草の後に出たとは思えない性能ですね。もはや何のために存在しているのか謎です。ヌビレットが数十年のベテランが作り上げたキャラなら水主人公はそれを真似て入社1日の子が仕上げたキャラって感じです。主人公が使いたいならさっさと別の元素に変えましょう。水鉄砲で遊びたいとかじゃない限り水元素主人公の出番はないです。はい、ということで全キャラ相性解説を終わりたいと思います。めっちゃ長かったですね。ここまで投資で見る人存在しないだろ。もしいるのなら見てくれて本当にありがとうございます。今回全キャラ相性解説ということでほぼ全てのキャラで編成を組んでみたんですが、やはりジン団長の優秀さは凄まじいですね。評価が上がるのも納得です。まあ長々と解説してみましたが、フリーナはとにかく優秀なサブアタッカーサポーターですが、万人におすすめできるキャラではなく全体ヒーラーキャラがいないと扱いにくさを感じるキャラですね。ただ全体ヒーラーは一緒にピックアップされているシャルロットがいます。なので運が悪くなければフリーナを引くまでに出ると思うので、白術を引くほどの余裕がない、ジンさんすり抜けなかったという方はシャルロットを育成しましょう。なんだかんだで活躍してくれます。
ということで今回の動画はこの辺で終了になります。本当に見てくれてありがとうございます。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。